回れ回れメリーゴーラー、もう決して止まらないように。俺は絶対待つからな。俺は待つ。絶対待つ。絶対来る。もう気になって仕方ないと思う、多分。2階にいる人も。1階が、1階の物資とか。気になって仕方ない、絶対。私待つは、いつまでも待つは？わ？わ？わ？僕らは一について横一列でスタートを切った。つまずいてるあいつのことを見て。この作戦は僕が PUBG を2000時間かけて思いついた集大成なんです。ずっと探していた理想の自分。もうちょっとかっこよかったっけ。ずっと探していた理想の自分って、もうちょっとかっこよかったけれど。これは PUBG。
ちゃうんだよな。まあきっと惜しいもんな、激戦区。惜しいよな、そりゃ激戦区だもんな。あんなやられたらマウスぶん投げる。でもこういう戦いなんだよ PUBG は本来。そう思いません？LP さん2ヶ月目のサブスクライブありがとうございます。バーブはしませんよ。ビールさん1チアありがとうございます。 PBG 感謝します。3人称ゲームはね基本こういうことで勝つんだと俺は思ってるからっていうか、いかにリスクなしでただ、勝てるか、一方的に打ち込んで勝つかっていう、ノーダメで勝つかっていうのをね、追い求めた結果、これになりました。僕はね、ドイツでも釣れると思ってたよ。誰も敵来なかったけど。俺は敵来たら釣れると思ってた。正直。あのドイツのね、状況下だからこそ、回復はすごくね、大事じゃないですか。多分十分にあされてないんですよ皆さん。その状況下でポッてねキットがあったら多分食いついちゃうね。食いついちゃうね。夜ご飯、夜飯にチーズバーガー3個とポテトを買ってきた。深夜1時か2時くらいにさ、ラーメンとかさ、チーズバーガー3個とかさ目の前にあったら食べちゃうでしょ。それと一緒よ。千と千尋もさ、お母さんとお父さん真っ先に食べ物食ってたでしょ。あんな感じよ。もう周りが見れなくなっちゃうのよ。そういう、それと一緒よ。移動しよう。君を見てるといつもハートドキドキ。揺れる想いはマシュマロみたいにふわふわ。いつも頑張る。君の横顔をずっと見てても気づかないよね。ケイオン。
あのバギーこっち来るからな。なんだ、アズニャンのモノマネしてって。アズニャンなんか言ってたっけ？おじゃー、カジマ、カジマ、交通量多いな、ここ。汚い方がやったかな。カジュマン、イージこんないらんの。うめ。スタックしそうだな。こうって外から見えるかな。いや、見えねえだろ。
くだらねえ、マジで。くだらねえことばっか考えてる。俺ね、一人でやってるときね、配信外で一人やってるときこんなことしてる、ずっと。マジ陰キャでしょ。これで、動画とか見てる。動画とか漫画とか読んでる。負けたことない。まず負けない。まず負けないけど。つまらない。でもよく考えて、 PUBG をやりながらドラマだったり漫画読める。2倍楽しい。一石二鳥。どう？どう思う？多分漏れてんじゃん。来ねえだろこれもう。PUBG はね、音がしたらそっち向けばいいだけ。それ以外は見ない。見なくて結構。音がしたら見ればいい話。だって足音分かるでしょ。来たな。なんか軽いなと思ったらそういうことか。お前の存在忘れてたぜ俺は。でも果たしてそのやり方で君は満足かい ?PUBG。俺は満足だ。俺は満足だよ。ただ10位も上がるんだよ。ドラマ見て、動画見て、漫画読んで、10位が上がる。最高じゃない？最高でしょうよ。最高でしょうよ。見せてあげよう輝く世界、プリンセス自由の花をほら。目を開いて、この広い世界を魔法の絨毯に身を任せ、大空雲は美しく、誰も僕ら、誰から不評だったの？
誰から不評だったの？女友達？デュエットとかじゃなくて。受け良さそうだけどな。ちょっとわかんないけど。俺の黒歴史の話していい？俺はちょっとこの話をするのは初めてなんだが、俺の黒歴史の話していい？俺はこの話をするのは多分心が痛い。高橋くんは21歳の時に初めて社会人になりました。会社に勤めることになったんですね。その時に上司と重役の人を連れられてカラオケに行ったことがありまして、いいお話で大丈夫。カラオケに行った話です。カラオケに行った話。で、お酒飲んでたんですよね。お酒。皆さんね。まあ俺もお酒飲んでたんですけど。なんか、新人とかがさ、絶対先に歌うじゃん、カラオケ。カラオケって、先に歌えって言われるじゃん。先に入れろって。俺ね、なんか盛り上がる曲入れないといけないんだろうなと思って。セーラームーンの歌を一発にぶち込んだわけですよ。ムーンライト伝説。そしたらダダ滑りして終わったって話。これ黒歴史ですわ、俺の中で。重役とか上司が見てる中でセーラームーンを歌い続けるっていう。うわ、ミスったマジか。そっか、蚊切り替えちゃったもんな。なんかやり合いそうだな、違うやつと。いや、その時は演歌なんかね、聞いてなかったんだよ、俺。もう一人来るかな、多分向こうから。来ないな。どうしたか。これは俺も裏取る感じになるな。いや、いたわ。うわ、外した。
どうせ嫌なんだろ、いるのは。二人とも違うのか。違ったようだ。あと家っぽいな、多分。だな。危ねえ。